予定しておりますが、もしお困りになる方は早めにお申してくださるようにお願いします。そして村内はもとより日本中、世界中、どこからでもこれからの弥彦村の発展を皆さん一人一人が力強く支えていただきたい、心から期待をしております。大人としての自覚を高めていただきたいと思います。さて、社会の変化はデジタル化の推進により新たにいきたいと思います。パリオリンピックが行われました。日々の生活のすべてを自分を信じ努力してきた皆様は人生に目標はありますか？私はこの4月から社会人として一歩を踏み出し、毎日仕事をする中で学ぶことばかりの日々を送っています。大人の役割が自動的に与えられるわけではないので、自らを大人として自覚するのが難しいように思います。つまり今を生きる私たちは、大人とはどのような人であるか、たくさんのお客様が来られたこと、そして、修学旅行で喜多方でラーメンを食べたこと、親善陸上で男子がリレーで優勝したことなど、たくさんの思い出をいただきました。一番に整列できる学年になりましょうっていう話があったんですけれども、そしたら次の全校長会で本当に5年生が一番最初に並んでいて、私はもう本当に感動したことを今でも忘れられません。見ると本当に皆さん立派になって、そんな姿を見るとこちらもとっても嬉しくなってきます。卒業プロジェクトでこういう缶バッジとかを作って、なんかやったのを覚えてるでしょうか？お持ちですか？もう卒業間近の3年の学年集会を思い出すぐらいに素晴らしくて、俺もびっくりしてますね。とても感動的で、みんな一人一人が輝いて、いました。私は数学の授業でやたらこう誰かがボケるなっていうのをすごく覚えていて、初めて皆さんと会った時は今と同じようにこうしっかり顔を上げて背筋を伸ばして話を聞いてくれる、今とは全然変わってないな。君たちが最近では一番の参加率を誇っていいと思いますが、実行委員長を務めさせていただきました藤原ゆりやです。今日は賜りました村長様、議会議長様、そして温かい激励の言葉をくださった恩師の先生方、ご対応の中、私たちのためにご参列。男子も、前の人の肩と肩ちゃんと見えるように声かけますので、はい、別のポーズお願いします。